中華街の名店を訪ねる特別編第9弾、中華街にあるシャレオツなスイーツのお店バーハオティアンミーで、万歳大家には似合わないお上品なスイーツを頬張ってみたです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。こんにちは、万歳大家です。今回のお店は久しぶりのスイーツです。しかも古くからの街、ここ中華街に少しずつ増えてきている新しくおしゃれなお店で、同性流の甘味どころをいただいてみました。バーハオティアンミーというお店で、ここも地下鉄ワットマンコンからすぐの場所にあり、簡単に来ることができます。初めてこのお店に来た時はまだ開店準備中で、お店の中には入れましたが、味わうことはできませんでした。もちろん、Google マップで営業時間を確認してから来ているのですが、このコロナ禍のため。残念、あと40分かかるということでした。営業時間が激減しているのです。事前に決めておいたお店を3カ所訪ねても、1点しかいただけないことも当たり前で、行動予定が組めない状態が続きました。そんなことがあっても、ここやわらあとは、たくさんお店があるので、助かっています。いきなり予定外のお店で、いただくこともあるのですが、そういったお店でも、美味しくいただけるのが、とってもありがたいところで、また、この場所の楽しいところなのかもしれません。必ず猫ちゃんもいますしね。ははははは。カウンターしかない小さなお店ですが、ようやくいただくことができました。注文したのは、粒入りのミルクティープリンで、上に乗っている黒い粒が、どんなお味なのかが楽しみでした。お値段は118バーツ、約413円と驚きの高価格で、先日いただいた、海南風スイーツが、20バーツだったことを考えると、そうそうここには来れないなと思ったのでした。はははは。は貧乏症が染みついている、万歳大家、いつまで経ってもケチな野郎です。自分にご褒美を、なんていう考え方ができないのですね。でも、結果的に自分にご褒美しちゃっていますよね。はははは。は行動に一貫性がありません。こんな総裁候補ではダメダメです。話が急激にどうでも良くなっています。はははは。は黒蜜の優しい甘さと甘みが全くないミルクティープリン、それにほんのりと甘いつぶつぶが、えも言われぬ独特な味覚を生み出している気品のあるスイーツ。今回は場違い感ドッグンでした。シャレオツすぎました。はははは。は今回のお店は幾分ハイソな感じが漂うお店でしたが、やわらあとにはまだ何店もスイーツのお店があります。しかも、今までいただいたことのない、未体験スイーツもあるので、中華や、タイ料理の合間を縫って、そういったお店にも、訪ねてみたいと思っています。この後、豆乳のお店をご紹介しますが、そのお店も、初めていただいたものでした。食の宝庫、バンコクの中華街、やわらあとの世界は、これからまだまだ広がっていきます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。バーハオティアンミーの、バブルミルクティープリン、万歳大家の評定は、星3つです。今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。これ。